3. 海底の大真珠。翌朝4時に私はいつも食事を運んでくれる給仕に起こされた。私は急いで飛び起き、身支度を整えてサロンへ行った。艦長はもう待っていた。無臭アロンナクス、ご用意はいいですかはい。では私についてきてください。連れのものはどうしましょう、館長。 あの人たちにも知らせましたから、もう待っているでしょう。潜水服を着なくてもよろしいのですかまだ結構です。実は、ノーティラス号をあまり岸近くへ寄せたくないので、マナール湾から少し離れたところにいるのです。で、ボートの用意ができていますから、潜水具もそれに積んでいって、いよいよ海底旅行を始める間際に着ることにしましょう。 ネモ艦長は私を案内して中央階段から看板に出た。そこにはすでにネットとコンセイユがこの日の愉快な旅行を胸に描いて嬉しそうに立っていた。また艦の原則にぴったり横付けにされたボートには5人の艦員がオールを手にして待っていた。夜はまだ明け放たれていなかった。黒い雲の層が空を覆い、 その間からわずかに三つ四つの星が瞬いているだけだった。私は陸の方を眺めたが、ただ黒い線が南西から北西へかけて水平線の四分の三を遮っているだけで何も見えなかった。夜の間にセイロン島の西海岸に開港したノーティラス号は、その時本島とマナール島とに挟まれた 湾の西側に停泊していた。そのあたり一帯の暗い海底には、真珠の無人像の宝庫である全長30キロに及ぶ浅瀬があるのだった。ネモ艦長とネットランドとコンセイユと私は、ボートの友の方に座を占めた。水夫の一人が打席につき、あとの四人はオールを握り締めた。 やがて、もやいずが解かれて、ボートは、缶を離れた。ボートは、進路を南にとって、ゆっくりと進んだ。5時半頃になると、水平線の上が、ほのかに白み始めて、島の輪郭が次第にはっきりしてきた。島は、東側が平坦で、南に行くに従い、小高くなっていた。島まではまだ8キロほどの距離があったが、 水の上なので、無論、はっきりしたことはわからなかった。六時ごろになると、熱帯特有の速さで、辺りが急に明るくなり、樹木のまばらに生えた島の景色がはっきりと目に映った。ボートはマナール島の南側に近づいていた。ネモ艦長は、座席から立ち上がって、海面をじっと見つめた。 やがて艦長の合図でボートは怒りを入れたが、怒り砂はほんのわずかばかりしか伸びなかった。この辺りは浅瀬のうちでも特に高いところで、水深1メートルぐらいしかなかった。さあ着きました、アロンナクス先生。あの陸地に囲まれた湾内をご覧なさい。あと一月もすると、この湾内には、 真珠輸出業者の漁船がたくさん集まってくるのですよ。ここは強い風から遮られているので、海の荒れる心配はなく、潜水服の活動にはもってこいの場所なのです。さあ支度をして、我々の海底散歩に出かけましょう。私は返事をせずに、黙って海面を眺めながら、会員の手を借りて重い潜水服を着始めた。 艦長も私の二人の連れも潜水服に着替えた。ノーチラス号の会員たちはこの散歩には加わらなかった。身支度が整うと私たちは奇想を背負った。私は銅の兜をかぶる前に艦長に向かって伝統を持っていく必要はないかと尋ねた。その必要はないでしょう。 ご覧のように浅い海底ですから太陽の光線が十分足元を照らしてくれますよ。それにここいらの海に電灯を持って入るのは危険なのです。伝統の光はこの辺の海に住んでいる危険な奴の不意の襲撃を招くことになりますからね。艦長の言葉を聞いて私は思わず根性ユとネットランドの方を振り返ったが 二人はもう兜をかぶっていたので何も聞こえぬらしかった。私にはまだ根も艦長に尋ねたい最後の質問が残っていた。で、武器は銃は持っていかないのですかと私は尋ねた。銃何のためです山国の人は熊狩りをするのに探検を持っていくそうですが、鉄砲の弾よりも 刃物の方がよっぽど確かですよ。ここに頑丈な探検がありますから、これを帯に挟んでいらっしゃい。私は二人の仲間の方を見た。彼らも私と同じように武装していたが、ネットランドはその他にあらかじめ用意してきた大きな森を携えていた。やがて艦長の例に習って、私も銅の兜をかぶった。 私たちの背の空気箱はすぐ活動を始めた。そこで4人は次々と水中に降り立ったが、そこは水面下約2メートルの平らな砂地だった。私たちは艦長の合図に従い、緩い傾斜を次第に深い方へ降りていった。そのうちに不意に尾びれのほか、ヒレを一枚も持たない、いわゆる 短期魚の群れがまるで沼地のシギの群れのように足元から姿を現した。私はそれがジャワヘビという長さ80センチほどの腹部が鉛色をした海ヘビであるのを認めた。もし銅の両側に金色の線がなかったら穴ごと見間違えたかもしれない。また体が平べったい楕円形をした マナガツオ族の魚では草刈り釜のような背びれを持った輝くような冴えた色のものを何匹も見たこれは食用魚としても素晴らしいものである空高く昇りつつあった太陽は海の水をますます強く照らした一方海底の様子も次第に変わってきた細かい砂地の次には軟体動物や食虫類で 一面に覆われた玉石だらけな道が続いた。その中には丸い貝殻を持ったオレンジ色のマルチジミガイもいたし何かを捉えんとしている手のように波の下で体を上に伸ばしているカサゴの姿も見えたまたこの辺りの海の最も豊富な産物の一つである巨大な扇のような見事なビワ柄石もあった。 これらの生きた植物の間や樹木のような水生動物の下には、不格好な関節動物の群れがうようよしていた。その中で特に私の目を引いたのは、幾分丸みを帯びた三角形の甲羅を持ったアサヒガニと、見るからに恐ろしい格好をしたヒシガニの姿だった。七時頃私たちはとうとう、 何百万という真珠貝の生み出す広大な賠償についた。ネモ館長はそのおびただしい類々たる真珠貝の山を指さした。私はここの真珠貝が無人像なことを理解することができた。自然の想像力は人間の破壊欲をはるかに凌駕するものだ、と思った。ネットランドは 早速彼の欲望に従って、中でも一番見事なやつを二つ三つ急いで腰の網袋の中に入れた。が、私たちは案内役の艦長がずんずん先へ進んでいくので、しばらくもそこに立ち止まっていることはできなかった。この辺りから海底は急に高低が激しくなり、手を上げると水面に届きそうになるほど高くなるかと思うと、 次にはたちまち低くなりまた何度も私たちはピラミッド型にそそり立つ大きな眼界の裾を回らなければならなかったそれらの暗い岩の裂け目には大きな足を広げた巨大な甲殻類がじっと私たちを睨んでいたしまた足元にはいろいろな種類の缶虫類が生えずり回っていた間もなく 私たちの面前には絵のような岩の塊で覆われきれいな海底の草花で床を敷き詰められた大きな洞結の口が現れた。はじめ穴の中は真っ暗に見えたが根も館長がズンズン入っていくので私たちもついていくと間もなく目が闇になれ花崗岩の土台の上に トスカナ式建築の大円柱のように立っている自然の柱と、それが作り出している気まぐれな格好のアーチを見ることができた。ネモ館長はなぜ私たちをこの海底の洞窟へ案内したのだろうか。しかしすぐそれはわかった。やや急な傾斜道を下ると、私たちは円形の洞窟の底に達した。 そこで艦長は立ち止まって何かを指さした。よく見ると、それは直径2メートル半もある大だらいのようなノーチラス号のサロンにあるものよりもっと大きい途方もない真珠街、巨大なシャゴ街であった。私は近寄ってこの世にも珍しい軟体動物を眺めた。それは花崗岩の大石の上に、 ぴったりと付着し、洞窟の奥の静かな水の中にじっと一人暮らしをしていた。私の見たところでは、この貝の重量は少なくとも600ポンド、肉の重さだけでも30ポンドはあった。ネモ館長は前からこの第二枚貝の存在を知っていて、その生育の状況に特別の興味を持っているらしかった。 その軟体動物は二枚の貝をかすかに開いていた。と、艦長はいきなりつかつかとそれに近寄るや、探検を貝の間に差し込んで、口を閉じるのを防ぎ、片手でその外套膜の縁を持ち上げた。見ると、その折りたたんだだの間には、ヤシの実ほどもある大きな真珠が、公然と光を放っていた。 その丸い形といい、澄んだ色合いといい、美しい光沢といい、それは実に比類を絶した見事な真珠で、私は思わず好奇心から手を伸ばしてそれに触れようとしたが、艦長は手を振ってそれを止め、急いで探検を引き抜いた。すると、貝はすぐ口を閉じてしまった。私は艦長の気持ちを察することができた。 館長はこの真珠をこの二枚貝の外頭膜の中に隠しておいてそれが年々成長するのを楽しみにしているのだ。私の見たところではこの真珠の価値は少なくとも五十万ポンドを下らなかった。洞窟を出てさらに十分ほど歩いてから館長は不意に立ち止まった。引き返すためかと思ったが そうでもなかった。艦長は手を振って岩陰の彼のそばにうずくまるように私たちに命じた。そして前方の水中をじっと指さした。見ると5メートルほど前方に一つの黒い影が現れまっすぐに海底に沈んできた。瞬間私は不可ではないかと肝を冷やしたがよく見ると それは一人のインド人の漁夫が季節前に密かに真珠を取りに来たのだった。その男の頭上2、三メートルのところにはカヌーの底が見えた。彼は綱で自分の体を船に結びつけ両足の間に砂糖の塊のような白い手頃の石を挟んでスルスルと降りてきた。そして 約5メートルの港に達すると膝を曲げて手当たり次第に真珠貝を集めて腰の袋の中に入れたそれから彼は大急ぎで水面に上がっていき貝を船の中へ開けると再び石を手繰り上げて前のような操作を繰り返したその間30秒とかからなかった彼は 岩陰に隠れている私たちの姿には気がつかないらしかった。もっとも、この貧しいインド人でなくても、誰だってこんな海底に自分と同じような人間が身を潜めて、自分の行動を見張っていようなどとは思うまい。こうして、彼は何回も潜ったり浮かび上がったりしたが、もともと強靭な即死で、 海底の岩に密着している貝を取るのだから、彼はどうしても一回に十個以上運び上げることはできなかった。しかも危険を冒して彼がせっかく手に入れたそれらの貝も、大部分は体内に真珠なんか持っていないのだ。と思うと、なんとなく哀れに感じられて、私は息を殺しながら、彼の規則正しい運動をじっと見守っていた。が 半時間ほどは何の変わったこともなく過ぎた。と突然、海底にかがんでいたインド人がハッとして立ち上がり、慌てて水面に浮き上がろうとした。その理由はすぐわかった。大きな黒い影がその不幸な漁夫の真上に現れ、不意に彼に襲いかかってきたのである。それは紛れもない負荷。 乱々と目を輝かし、カッと口を開いて、斜めに水中を突進してくる巨大な負荷だった。私は恐怖のために息が止まりそうになった。この貪欲な海魚は、インド人めがけて踊りかかった。インド人はとっさに身をかわそうとしたが、その暇がなかった。彼は負荷の尾びれで激しく胸を打たれ、 そのまま海底に叩きつけられた。それはほんの数秒間の出来事だった。深は身を翻して再びインド人に襲いかかったが、その時だった。私の目にいきなりネモ艦長が岩陰から立ち上がり、探検を振るってフカに飛びかかったのが見えた。深はこの新しい敵を見るとすぐ身を転じて、 今度は艦長に踊りかかった私は今でもその時の根も艦長の態度を忘れることができない。艦長は少しも慌てずに落ち着き払って矢のように突進してくる負荷をひらりとかわし電光石火の早業で探検をズブリとその胴中に突き刺した。がそれで戦いは終わったのではなかった。 画然ものすごい格闘が開始された。竹り狂った孵化の傷口からは赤い血が本流のようにほとばしり、辺り一面海水を真っ赤に染めて、ちょっとの間何も見えなくなったが、やがて海水の濁りが薄らぐに従い、私の眼前には片手で孵化のひれにぶら下がり、片手で敵の急所に安木林に猛然な月を食らわせながら、 巨大な海の怪物を相手に組打ちを演じている勇敢な艦長の姿が浮かび上がった。だが艦長のこの勇ましい奮闘もまだ相手に最後のとどめを与えることはできなかった。私は何とかして艦長の手助けをしたいと思ったが恐ろしさのために身がすくんで動くことができなかった。そのうちに艦長の目には 明らかに疲労の色が現れてきた。それと同時に戦いの形勢は一変した。ついに艦長は真っ向から押しかぶさってくる相手の巨体に圧倒されて、どっと海底に倒れた。それと見るや、深はまるで工場の洗断機のような大きな顎をパックリ開けて、艦長に飛びかかろうとした。と、その時だった。 突如ネットランドが岩陰から飛び出して目にも止まらぬ早業でその鋭い森先を負荷の急所に突き刺したのである海水は血の塊で再び真っ赤に染まり死に物狂いになって暴れる負荷の運動で上下に激しく揺れ動いたネットランドの狙いはたがわず負荷は心臓を貫かれて断末魔の苦しみにもがいているのだった その煽りで、コンセイユはその場に投げ出されたほどだった。一方、ネットランドに危ないところを助けられた艦長は、立ち上がると、いきなり倒れているインド人を抱き起こし、その体を両手に抱えて、かかとでパッと海底を蹴って、海面に浮かび上がった。私たち三人も、続いて水面に浮かび上がり、漁夫の小舟に這い上がった。 ネモ館長は何よりもまずその不幸な漁夫を蘇生させようとしていろいろ看護の手を尽くした。私にはもう手遅れのような気がした。というのはその哀れなインド人は水に潜っていた時間は長くなかったが、負荷の尾びれから受けた一撃が致命傷となっていたからである。幸い館長と根性友の摩擦のおかげで漁夫は次第に意識を回復し、 やがてぽっかりと目を開いたが、意外にも自分を覗き込んでいる四つの大きな銅の兜を眺めてびっくり仰天したらしかった。ことに艦長がポケットから真珠の袋を取り出して彼に与えた時の予夫の驚きはどんなであったであろう。彼は震える手でこの見知らぬ海の人からの結構な贈り物を受け取った。そして 自分の生命を救ってくれたばかりか、莫大な財宝まで恵んでくれたこの不思議な人物を見上げて、ただ目を見張るばかりであった。艦長の合図で、私たちは再び海底に降り、30分ほど歩いて、ノーティラス号のボートが怒りを下ろしているところに戻った。ボートに上がると、一同は水夫たちの手を借りて、その重い銅の兜を脱いだ。 ネモ館長が最初に言葉をかけたのはカナダ人に対してだった。ありがとうランド君と彼は言った。なーに館長、お返しですよ。とネットランドは答えた。だいぶんあんたには借りがありますからね。薄気味悪い微笑がちらっと館長の口元に浮かんだが、それっきり何も言わなかった。ノーティラス号へ。と館長は命じた。 ボートは波を分けて進んだ。数分後、私たちはさっきの荷の死体が波間に浮いているのに出会った。それはヒレの先端が真っ黒なインド洋特産の恐ろしい黒蓋の一種だった。長さが8メートル以上もあり、その大きな口は体の3分の1を占めていた。上顎に6列の歯が、 二等辺三角形に並んでいるところから見てもそれは十分生育した負荷だった私がこの海魚の死骸を眺めていると急にボートの周囲にそれと同じようなど猛な負荷が123匹現れて私たちの方には目もくれずに先を争って仲間の死骸に食らいついた8時半私たちはノーチラス号に帰った 私は館に上がると、今日マナール島への海底散歩中に起こったいろいろな出来事を思い返してみた。私はそれから嫌をなしに二つの結論を引き出さずにはいられなかった。一つは、根も館長が比類ない勇気の持ち主であるということ。今一つは、彼が捨てたはずの地上の人間に対しても献身的な愛を持っているということであった。 たとえ口でどんなことを言おうと、この不思議な人物はまだ温かい心を全く失っていないのだ。私がこの考えを彼に述べると、艦長は幾分感動した調子でこう答えた。あのインド人は他国の圧政下に苦しんでいる民族の一人です。私もまた最後の息を引き取るまで彼らの仲間の一人でしょう。 このチャンネルは不思議猫招き動画をお届けしていますチャンネル登録と高評価お待ちしています